すごいよね。何これ。いや俺そのルーレットをずっと探してたの、企画で使いたくて、はいはいはい、最近 Amazon でルーレットが売り出して。あ、そうなの。そう、あんま売ってないの日本にルーレットって。そう、知んなかった。それ日本ってルーレットないのよ。ルーレットの文化ってアメリカだから日本にないわけよ。だからちょっと今回これを使って、過酷な企画をしたいなと。過酷なやつやるんかい。じゃーん、俺たちチャンネルの内緒です。うぃー、しめじまるです。ルーレットって、うん、俺思うんだけど企画の幅めちゃくちゃ広いと思うね。あ、本当に。うん、ということで今回は、はい、ルーレットで当てたものしか食べてはいけないゲーム。すごい。こちらに食べ物を書いています。はいはいはい。それで10回回します。うん、1人5回ってことね。はいはい。ちょっといろんな食材を用意しました。昆虫食。そういうことか。百味ビーンズ、ペヤング激辛マックスエンド、デスソース、のにジュース。ああ、聞いたことある。こっからもう当たりですね。おにぎり、うまい棒、はい、チロルチョコ、当たり、ハイチュウ。あと2個あるんで何する。あ、まあ、罰ゲームにしとく。どうしようかな。ラザニアで。ないんだよ。まあ、罰ゲーム系にしときますか。百味ビーンズ。ああ、いいね。ペヤングにしときますか。完成しました。地味にきついですからこれ。はい。じゃあ先行ごっこ。はい、先行ごっこジャス。ここで。いきます。はい。何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな。よっしゃ。ごめんなさいね。大当たりですよ。前も1個しかないからね。これ大当たりですよ。それでは2018年度罰ゲームルーレットスタートでございます。いきます。はいはい。出るかな。あ、何があるんだっけ。ね、コオロギ的なやつと芋虫。うわ、芋虫。うわ。じゃあいただきます。いや、食うんかい。これね、まあ虫ってでもタンパク質だよね。意外となんかサクサクして美味しいのかな。いただきます。カリッとしてる。あ、まあね、うまくはないんだよ。へえ。次行きましょう。おにぎりなんて出ちゃった日には怖くて寝れないよこれ。いや、いいだろ。いきますよ。はい。狙いはうまい棒です。5回連続当たりだった時の、うん、その動画的な魅力のなさね。ある意味外れてる。ある意味外れてる。俺4回当たりで一番最後に一番きついの引くっていう。もちろんそうだ。だから次はまた当たりです。何が出るかな、何が出るかな。昆虫がちょっと滑ってるやん。はい、これでバッタ系ですね。うおー、うわー、黒焦げ。じゃあ、はい、みんなも、あー、食わないだろ。あ、落としてた。ダースベイダーみたいな顔してる。ほら、なんかダースベイダー。なんだろう、うまくはないんだよね。あ、豆だね。パリパリの豆みたい。はいはい。これきついんだよ。作りましょう。いや、なんでこんなおしゃれなやつ。ちょっと、それ、あれみたいな。オルタナでございます。おしゃれですね。ファンの方が作ってくれました。使い方ツッコミの癖。じゃあ湯切ります。はい。おお、特殊な湯切りだ。ただもっと大げさにやりたかったけどちょっと熱くて怖かったから。控えめにして。控えめに。ちょっと口飲んでもっていい。おい、熱々だよ。やけどさつきか。前も聞いたな、熱々だよっていうやつ。やめさせてもらうわ。入れます。いいよ。おお。じゃあ大きい一口いただきます。はい、男らしいよ。これ、一口で全部いけちゃうな。すごいな。もうやだわ、そんな。いただきます。出ろんなってしまう。1本ぐにゅっ。パッ、パン出た。辛いこれ、あー辛い。何が出るかな、何が出るかな。うわー、おにぎり。おにぎり。きついわこれ。一番好きだ。きついわ。やばい、ギブアップ。きつくないだろ。最後の一口。うん、やりました。六回目。はい。うわあ。おにぎりおもろいやん。唇洗っていい。いいよ。この洗い方。洗い方の癖。結構な量もまあいったからね。わ、抜いた。んー、切るんかーい。量やっぱ多いな、それは。いただきます。しぶちゃーん。遠く離れても明日が見えなくても愛を
止めないで。うわ、走った走った走った。さあ、君はこおおおおお、どっち行く。あ、唇ポンポンね。おにぎり狙いでいきます。狙う、いきます。さあ、幸運の運席。もう20です。嬉しいやつやないかい。のにじゅーすかー。ねえ、見てこんな色してんの。濃くない色。え、これどれくらい飲めばいいの。書いてあったじゃん。え、ちょっと待って、こんなに。あ、30ミリだ。もうちょっとだ。ああ、これちょっと買いに。いや、やだやだやだ。なんで。いや、だって俺出てないもん。いや、嗅ぐだけいいじゃん。ガーワインっぽい。ワイン、ワインだよ、それ。これマジで俺吐いちゃうかもしんない。いっちゃって。いきます。俺は男だ。世界最強のユーチューバーになる男だ。こんなに命を作らいで。命じゃないんだけど。吐くよ。おお。なにこれ。いや、ノリジュース。どう。もうね、後味もずっと残ってる。なんかおばあちゃん家の台所の下舐めたみたいな感じ。うわ。ラストに、はい、1回目当たり出てほしいな。もういいの。逆にここまで来てて、はい、いや俺全部外れだったんだから。もう一回回していいよ。いや、なんでだよ。ここまでさ、エリート回路だったよ。ちょうど欲しかった、この甘み。リアクションのさ、王道言ってたのに。ハイチュウで。いただきます。はい、9回目モニジュース。モニジュースかい。かよ、なんか頭ジンジンしてきた。嘘だろ。やってらんねえよ、そんな。やめてやるだ。日本酒みたいに飲んでる。クソ調子めな。くぅ、こんな会社やめてやるで。くっと一杯飲み直したい。この後地表な部長の頭に叩きつけてやるんだよ。くぅ、長い。おお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 までやる。あ、まあそうだね。最後は最中で終われないもん。最中で終わるなんてつまんないから、どっちかがハズレだと思うやつ。オッケー。まあハズレっていうか、ハズレでいいってやつ。うん、うまい棒最中とか以外ね。じゃあいきます。はい。薬味ビーンズかい。薬味ビーンズかい。3粒選んでください。これ難しいなんて。当たりさと結構見極めがむずいから、5粒ぐらい選んどくわ。3粒で。いや、わかんない。だって当たり3粒になっちゃう可能性もあるからさ。ないだろ、そんなの。はい、選びました。はい、こんな感じのちょっとどぎつめの色。くっさ。えい、1粒ずついきます。1粒ずつ全部いきます。はい、一気にいきます。いきます。はいよ。はい。おお。あ、佐渡だ。あら、あら、まこれマジよ。いかお。あー、小籔さんに見えてきたな。なんでだっけ。